まあ、本日はお開きにさせていただこうかなと思ってるんですが、まあ、あと一節聞いていただこうと思いますが、先ほどがハテナの茶碗といいまして、まあ、京都の話なんですけどもね、続きましては、まあ、大阪の話に戻るんですけども、まあ、大阪の話もう一節聞いていただきますが、先言うときます。まあ、今日ね来られてる方、まあ、男の方も、まあ、女の方、男性女性の皆さん方、まあ、京都の方なんで、私の勝手なイメージで、まあ、どちらかというとお上品なイメージがあるんですけどもね、もう言うたら京都はもうちょっと何でしょう、お上品な感じで行ってるんやないかいなと、もう言うたらハテナの茶碗もね、比較的落語の中ではお上品な話だと思うんですけども、まあ今からやります私の話、チラシ見ていただいたら分かると思います、自茶医者という話を出していただいてるのを先言うときますけども、まあどえらい話を今からさせていただきますんで、覚悟はしていただきたいと思いますので、お当てから苦情は一切受け付けてないので、聞いていただきたいと思いますけども、まあこのお話、まあ自茶医者、まあ医者と言うてるぐらいですので、お医者さんの話なんですけどもね、まあいろんなお医者さんがいてはりまして、まあどんなお医者さんか、まあ、落語に出てくるお医者さんというのは、まあ、大体若限られておりましてですね、まあ、薬医者といいまして、まあ、病気を治されへんお医者さんですね、そういう、まあ、病気を治されへん、まあ、薬医者のお話を一席聞いていただこうと、こういうことなんですが、薬医者の出てくる、まあ、小話がありましてね、落語の小話、いろんな小話がありますけども、薬医者の小話で、薬医者の病院に強盗が入ったという話がありまして、まあ、ちょっと変わった話なんですけどもね、銀行強盗じゃない、お医者さんの方に強盗が入ってまして、ピストル強盗がやってきまして、金田さんかいとこんなに来たんですね。金田さんかいと来たんですよ。まだこのお医者さん、ヤブ医者の方がですね、メス持って出てきまして、メス持って、なんかしてけつかんねんとこんなに来たんですね。ほなら、まあまあ、ピストル強盗、もう強盗する方はもう木も座ってますから、その木で来てますから、まあもう言うたら言うわけですよ。お前アホか。こっちはピストルや。お前はメスや。な。ピストルとメスやったらな、殺傷能力が全然違うんじゃ、なんかしてけつかんねん、わしはこのメスで今まで何人殺した思ってんねん。まあこんな話がありまして、お医者さんのお話を聞いていただきますが、夜中の2時過ぎぐらいのお話でして、こんばんは、ちょっとお尋ねいたします、赤亀秀庵先生の座はこちらですかいな。こんばんは、ちょっとお尋ねいたします、赤亀秀庵先生の宅はこちらですかいな。こんばんは。はい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 。どなたじゃ、えらい大きい声じゃな。なんじゃいな。どないしました。あんたなんじゃ。あんたなんじゃ。人間。人間は分かってるわ。なんじゃいな、こんな時間に。どないしましたんや。えらいすまへん、わたいね、伊勢屋の若いもんだんね。うっとこのゴリョンさんがね、急に変化けまして、ちょっと先生に来てもらいたい。何いな、伊勢屋のゴリョンさん、あんたとこのゴリョンさん、急に具合悪なったん、容体悪なったん。いかんがな、それよそ行きよそ。アホなこと言いないな、うっとこの先生見たら達者なもんだば危ない。あんたとこのゴリョンさんなんかひとたまりもあるかいな。ただそないそないな、どんどん叩きな、どんどん叩いたら目覚ましよんねん。目覚ましたらあの人行きたがんねや、なあかん、ご互い不幸やないかいな、そないどんどん叩きなちゅうねん、もうまだわからんのかいなと、この騒ぎを聞きつけて寝床からのぞっと起きてきましたのが噂の人、赤壁秀庵先生でして、お医者さんというのは何をするにも大層なもんでして、席一つするにしましても、ああこれ九助出た、人殺し。何を言うんじゃ。エロ表が騒がしいやないか。よう分けてやんな、あれ。わしがいたら、じきに直してやる。ふん、カモケンだか。何を言うとるんだ。あよう分けてやんな、あれ。分かりました、ほんまに。何と言うても分からん、イノシミオカのないやつで、ほんま。ガラ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 。えらいすまへん。えらいやぶんに、あいすまんこって、えらいやぶんにすんまへん。ああ、これはこれは。お使いの方かいな。さあさあどうぞ。あそこ入ってこりゃ。えらいすまへん、えらいすまへん。最前も言うてました、伊勢屋の若いもんなんで、うっとこのゴリョンさん、急に変化きまして、いや、もともと体の弱い人でね、だからかかりつけのお医者さんもいてまんねんけど、で、まあ、こんな夜中、こんな急な場合やさかい、
下手でも構わん近い方がええやろ。いや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 、もうオタクがやむやいうのはね、ように分かっております。はい、存じ上げております。まあまあせやけどね、まあやむにはやむのええとこがあんのんちゃうかな言うてね。いや、なんでにはもう、やっぱりもうあかんやろな言うので、まあ最後にこう、脈を取ってくれる人がいてなかったらいかん。五輪中ですという格好をやってもらわないかん。まあ先生腕悪いけど格好立派でしたからね。でまあ、ちょっと先生に来てもらって、ひと思いにパッと締めてもらおう。何わし締める、いや、そんな何ちゅうたらいいんですかの、その最後のこう脈を取るもんでね、五輪中説をやってもらおうかと、まあ、そういうことになりまして、でまぁ、ちょっとあの人殺し呼んでこい言うてね、よっしゃあの人殺し呼んでくるわ、早いこと呼んでこい、よっしゃ呼んでくるわ、あっあー言うてね、ちょっと先生に来てもらいたい。よう、そんなにボロクソに言えんか。行こう思っても行けんよ。まあまあ田舎のお方じゃ物の言いようが存在な。よろしいよろしい、身もたげる身もたげる。俺九助九助、そんなとこでゲラゲラ笑ってんにゃあれへんか。早いことカゴの支度をせんかい。へ先生、どのカゴ。どのカゴってな、いつものあのカゴ。何言うてまんねんな。え、あのカゴはね、去年の梅雨に底が抜けました。さあ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 、底が抜けておってもじゃな、そこへ刺して割り木の五六本も渡してやな。あ、そうそうそう、でその上座布団をちょいちょいちょいと乗せておけばなんとかなるというもんじゃ。ああ、そんでそんで、うん、これこれ棒のもの、棒のものはどうした。先生、何収まってはりまんねんな。棒のものって偉そうに。え、かごやなんかね、あんたらちんやなんだから、みんな怒ってうちいんでもった相手になるな。こっちはな、山子張っとるんじゃな、来てるもんの聞き聞かせに言ってるのじゃ。ああ、いつやと言うたら大棚じゃ。またな、かごでいけ、見立ての年次が変わるというもんじゃな。まあこっちは山子張っとるんじゃ、相手になんな、高い銭取れ。あんた腕悪いけど知恵だけは回んな。何を言うとるの、黙っといたらええねん。これこれ棒のもの、棒のもの、かご屋はどうしたんじゃ。え、何、二階で風邪ひいて寝てる。それ偉いことやないかいな。なんでわしに言わんのんじゃ、じきに薬持ってやんのに。はは、飲んだら死ぬぞ。やかましいわ。いらんこと言うねやれへんがな。ああ、お使いの方、いや今も聞きなさったようにな、かごやが二人ながら風邪ひいて二階で寝てしもうとるんじゃ。今から人を雇うにも夜が更けとるでな、すまんが九助に後棒をやらせてな、おまはん先棒をやってくれるかい。え、なんでか、またいカゴかきまんの。いや、またいね、カゴかいたことおまへんねん。上手やおまへんけどな。いやいや、上手下手にかかわらず、かいてもらわんことにはご内儀の苦痛を助けることができんのじゃ。すまんが、かいてもらいたい。ああ、せよか。先生、わかりました。やらせてもらいます。そ、またよろしいか。わかりました、わかりました。ほんならね、先生、カゴ飲んだら、飲んだら、飲んだら、あ、せよか。あ、きゅうすけさん、ほなね、わたいね、先も行きまんので、え、後ろからついてきてもらえまっか。よろしいか。ほなね、棒は投げます、行きます、よいよ。いやっとしょっと、かごってなかなか重たいもんやから、いやっと、もし、お使いの方、いや、止まんなれ、いや、あんたが先に歩こうとするさから始まへんね。あの後ろから話題が押すよってね、その次にあんたが歩きない。あ、そやか、あのね、あんたが先に歩こうとするさかにこのカゴがぐれつきまんねんや。後ろから話題が押して、よしたらよろしいか。よろしいか、ほんならね、後ろから行きますぜ、行きますぜ。よっとさんの、よいよいと、どない。あ、これはよろしいわ、へーへー、よいよいよっとさ、よっさ、こらさ、こらさで、どこいさ、どこいさのよやさ、よやさのこらさ、これ、これ、エロカゴがぐれつきますやないか。おまはん、どないぞ、したんと、違うかい。へえ、先生すまへん、わたいね、慌てて飛び出してきたもんで、ただネタとゾウリ片っぽずつ履いてまんねん。何をするんじゃ、早いこと脱ぎなさらんかい。えらいすまへん、ちょっと待っとくれやした。今度よろしい、今度ね。ほな、清介やん、もっぺん後ろから押してもらいまっか。へえ、いきますぜ。よっとさんのよいよいと、いよいよいよっとさ、よっさ、こらさ、こらさで、どこいさ、どこいさのよいやさ、ま
滝さん行くまでわしがわずろうてまうわと三人でわーわー言いながら伊勢屋に向かっておりますと、向かいから来たも三人連れ、これが誰やと思ったら伊勢屋の若いの、どないしたんやと話を聞いたら、もう五郎さんは死んでもた、お医者さんはいらん、今から総連の段取りをせないか、まあお前も一緒に行こうかと使いのもんを連れてみんなで行きよった。あとに残ったのはこの九助と赤壁秀庵先生の二人きりになってしまいました。もしもし先生、えらいことになりましたで、あの男ここまでカゴかいてほったらかしていてしまうよねや、何をそんねんな、でまたあんたもあんたやがな、もう中に割り木渡したらさが余計重たいねや、ほんまにもう、まあまあな、こんなことぼやいてのもしょうがねえわな、まだあまだ暗いでな、まだもうじきをあげますけどな、悪いこと言わんよ先生ね、カゴから出て半分かきなあれ。おまへんがな、悪いこと言いまへんてな、この夜が暗いうちやで、まだ暗いうちやからエロしいわ、もう明るなんて人が通るようになってみなはれな、それで過去書いて帰ってみ、それでノートも評判悪いのに、風邪の患者も来んようになりますよ、悪いこと言いまへんわ、今のうちに帰りまよ。それもそうじゃな、早くと帰ろ、早くと帰ろ、あほな清介、わしな、あ先も行くで、お前後ろからついてきてくれ、頼むで、ほなな、大花あげるでな、行くでな、いやいやいやっとちょっと、最前の人重たい言うてたけど軽いな、あんた出てんねん、出てるやないか、あわし出てるか、あ出てたかそうか、あんたほんまに医者かいな、早いこと帰りまよ、あこれ九助、九助カゴ下ろせ、カゴ下ろせ、どないさんか、いやどないもこないもな、あの松の日のネキ見てみ、あらな、近所でいたって喋りの長寿や声組屋や、あんなもんにおたら世間何人暮らしよりよ、わからへんさかい、早いこと、カゴ下ろしてな、カゴ下ろして知らんふりしてよ、知らんふり、もし、もし、そこいてあの赤壁秀庵先生とじゃいまんか、もしそうでしたら、あんた赤壁先生、あ、やっぱりそうや、あんた赤壁秀庵先生でな、やっぱりそうや、あ、これはこれは、あ、お上手屋さんかいな、やっぱり赤壁先生でっかいな、いや、最前から見てましたんや、えらい上品な籠屋やな、思て、相談がな、籠屋が紋付き、羽織、袴、シルクハットかぶって、なに、おめでたかなんぞかいな、思てましたんやで、どないしちゃった、どないしちゃった、はっ、はっ、ほっ、ほっ、ほいで、ここまで籠かいて、あとほったらかしていてしまいよった、何をすんねんな、それで、お医者さんが籠かく、おかしなこと、なんなよろしいよろしい、先生過去乗んなあれ、わたい書いてあげよう、いやわたい書いてあげようって、あんた長寿単語片けてなさる、単語くらいじゃないでもしまんがな、お医者さんが過去書くやなんておかしなこと言いなんな、よろしいよろしい先生、乗んなあれ乗んなあれ、乗んなあったよろしいからな、乗んなあった乗んなあった、あさやか、ほんならね、あの奥いっぱいいっぱいまで、乗ってもらえますか、そこがいっぱいいっぱい、あさやか、ほんならね、そこでポンとまた広げてもらって、また広げて、そうそうそう、ちょっと待ってくれやした、よいしょった、いや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 
破損でやんなあれ。何をすんのじゃ。そんな無茶言いないな。何言うてまんねん。無理言いなあんな。単語を書くわ、過去を書くわ、空書かれしまへんわ。こっちにあった4文目の単語、みんなこっちへ移しました。今8文目入ってますわ。すまへんけど、これまたぐらい挟んでやんなあれ。何をすんのじゃ、そんな無理なことを言いな。何言うてまんねんな。外出て過去書くこと思ったらマシだんがな。ほな先生、行きますよ。動いたらあきまへんで、動いたらね。動いたらあかんで、行きますよ。いやいや、いやっとしょちゃポンタ何をすんのんじゃ。顔に羽がかかるがに、わしゃ長寿単語と相乗り換え。長寿単語と相乗りっておかしなこと言いなはんな。あほなね、かかごのたれ下ろしておきました。今度よろしく。外から見えしまへんさかいな。なに、はっきり言いなれ、はっきり。匂いがこもる布団の中で平行いた思ったらええねん。あのね、そないね、鼻で息するさかありまへんねや。こっちでね、こないしたら臭いことおまへんさかね。ほんでよろしくんで、ほんならね、この片方のやつはこう棒バナにぶら下げといて、ほんで、おうこやらしたこう腰へ刺しといて、こんで、ね、よっしゃよっしゃ、ほんならね、気をつけん、私先棒行きまんのでな、後ろからついてきてもらえまっか、よろしいか。ほんなら棒バナ上げまして、いきまして、いやいや、いやっとしょ、ちゃっぽんだちょうずや、揺らさんといてくれ。外出て顔を描くこと思えたらマシだんがな。
わし外出て過去かの方がええように思うわ。こないチャポンチャポン何言うてまんねえな。ちょっとの間の辛抱や我慢なれ。ほな気をつけはん行きますね。いよっとさのよい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 よっとさよっさーこーらさあー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 おいちょうずや下ろしてくれ下ろしてくれ顔中バナナみれや下ろしてくれあーあー口ん中入った大騒ぎでございます。またこの千代津屋さんも最善のお使いの思いよりもまあ愛想のない男と言いましょうか頼んない男でして、ああ先生をカゴに乗せた帰りの道中、急性はすまんけどな、カゴを下ろしてもらえなんか。どないしちゃった。いやどないもこないもね、あのこの長屋の奥の一軒、今からちょうど空きに行ってくるよってね、つないだ先生またしといてんか。かわいそうなことしてあげないな。先生中で死にかけてはんねん。ね、やめときいな。そんなこと言うたかてな、またあと戻ってくの邪魔くさいがな。な大丈夫や先生な、急に静かになって眠たかったんや、寝てんねん。気を失ってんねん。なんもなんでもかわいそう。いやそうかてまた戻ってくの嫌やがな。な、またすぐ戻ってくるさかい、その間先生また一緒にんか。あー今日もえらい暑いな。あそこいてんのおばんと違うか。せやろあんたおばんやろ。いや朝早うからいつもご苦労はんやな。ああこれはこれはお上手屋さんかいな。えやわしゃお前におったら前から言おう言おうと思ってたんじゃ。え近所隣になんや大根持ってきてからにわしんとこにあんなんも持ってきやせんにや。え今日もお前表に何置いたんねん。何があんねや。はあおばんなんでも物知ったんねやな。あらな医者やねや。ああほなちとそれを置いといてくれたら。何よいな、その死者を。何を言うてんねん、医者や言うてんのにと。まあこの長寿屋も安城、医者やと言うてやりゃええのに、医者やちゅうのに言いっぱなしで奥へ長寿あげに行った。おばあさん、死者、死者なんてありますね、あの焼肉の時にくるんで食べるラッパですね、あれと、まあ医者と聞き損のうて、こら、ええもんがあるわいと家から大きなザルを持て、死者を盗みに来た。まあこれちょっと説明しとかなあかんのですけども、その昔農業国日本では下越というのが非常に貴重な肥料でして、まああの長屋の共同便所なんかで声を組んでそれをお百姓さんのところに持っていきますと幾ばくかのお金がもらえた。まあ長寿屋さん声組屋さんという仕事が、まあ、その当時は実際にあったんやそうですね。またあのお百姓さんのところに行きますとたまに外れの野菜なんかをもらうんですね。その外れの野菜をまあいつもね声を組ませてる持ってます長屋にお世話になってますすんまへんなとこう各家を回ってまあ私に行ってたと。でま あ, あおばあさんからしますといつもこの近所隣のまあ若いとこには持っていくのにわしんとこには何も持ってけえへんかなとこういうことやったんですね。で今のこのシステムで言いますと何でしょうちり紙交換でありますね。ちり紙交換たまにそういうのトラックで流れてたりますけど、まあ、そのシステムがちゃんと昔から日本にはあったんやそうでございますね。まあまあいちいちこんなことを説明せんでもよかったんですけどね、まあ、このシステムがあったというのはもう僕もこの落語をやるまでは知りませんでした。でまた昔やったらこんな説明せんでもよかったんですけどね、今分かってる人少ないですから、まあ、一回こう落語を途中止めてでもこれ説明することによってですねこれ落語に奥行きが出ると思いますよ。幅が広がると言いましょうかね、まあ、そこら辺りが私のセンスやないかなとかって思ってるんですが、おばあさん死者を盗みに来たわけです。夜の引き明け薄ぐらいおばあさん目が疎いのにどぶらせまして籠のタレをさっと開けたら中に何が入ってるか何があるかは一目瞭然。それをどぶらいたしまして籠とタレの間から手を突っ込んで死者はどこにあんねやいなとそこらをなぜ歩いた。中に長寿単語あんのに知らんもんやさかに単語の中に手を突っ込んでチャブ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 その手でおいちゃはんの顔にペチッせっかく気絶してたんですけどね何をすんねんと思わず目覚ましよった。今度はお医者はんの後頭部をつかんで単語の中にぐちゃ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 何をすんねやと思わず足を伸ばしよった。その足がおばあさんの胸にボーンと当たる。おばあさんその場にと倒れてしまう。その声を聞いてたのがそのうちのせがれ当時はタッタッと走ってきよってこらおばんどないしたんや。ああ兄か誰ぞが籠の中からわしのあばら蹴って息が弾んで物が言われそこの毛もよ物言えとるがなこらうちのおばん足気にさらしやがって早いことこっち出てこい。あかん引っ張ったらいかん
引っ張ったらいかん、何をすんのじゃ。引っ張ったら、またぐらの上手単語がひっくり返る。何をごちゃごちゃわけのわからんこと言うとんねん。早いことこっち出てこいや。あかん、引っ張ったらいかん、引っ張ったらいかん、引っ張ったらいかん。ひっくり返った。ババの海や。汚いやつやな、こいつ。なんや、ババ人間か。ババから生まれたババ太郎か。ええー、牛の前足がさらしやがって。こらこらこら、痛い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 。これ、キュウスケ、なんとか言うとこで、はは、くさーい。何を言うとるんで。何を言うとこで、ああ、もう兄さんやめなはれ、やめときな、やめときなはれって。あんたとこのおばあさん、この人の足にかかったさがよかった。まだましや。何よこら、うちのおばんこいつの足毛にされて喜べっちゅうんかい。そうなんがな、足にかかったさかいよかったんや。手にかかってみなあれ、今頃命はおまへんわ。